214型潜水艦は、ドイツのホバルツベルケドイツ造船により開発された、輸出用の通常動力型潜水艦。ドイツ本国向けの212型の巡動計艦だが、排水量がより大きく、対抗性を強化している。燃料電池方式の非待機依存推進機関を搭載する。流線型のセールや X 字線らを採用した。 独特なスタイルの212型とは異なり、流線型のセールこそ採用したが、他は、ベストセーラー輸出潜水艦である209型に近い、保守的な外観である。2000年2月15日、ギリシャ海軍と3隻を建造する契約を結び、2002年6月に4隻目の注文を受けた。最初の船は、キールの HDW で建造され、残りは、 アテネのヘレニック造船所が建造する。しかし、この一番艦の試験では水漏れなどの深刻な問題が発生しており、ギリシャ側が引き受けを拒否する事態となった。2008年にドイツ連邦国防省によって一番艦、パパニコリスに問題がないことが発表され、209型潜水艦の近代化改修に代わって、合計で6隻の214型を建造する契約が結ばれた。 パパニコリスを除いて、ギリシャの造船会社でライセンス生産され、2010年11月2日に、パパニコリスはギリシャ海軍へ引き渡された。韓国は3隻の214型を発注し、同国の現代重工業で建造している。また、追加で6隻を建造することも決定した。2006年6月9日に一番艦の孫源一が浸水したものの、 スクリューが発生する騒音が大きく推進軸を交換することになった。2007年6月13日に2番艦の低地が浸水。2008年6月4日に3番艦のアンジューコンが浸水し2009年12月1日収益した。2011年韓国メーカーがライセンス生産した環境と甲板をつなぐボルトに欠陥があったため本艦級が 運用停止措置にされていたことが判明した。ドイツの HDW 社から技術者を呼び、2010年6月から2011年2月にかけて改善工事をし、この問題は解決したという。2012年11月、一番艦の孫玄一が2011年4月より原因不明の騒音のため修理を実施していることが明らかになった。ドイツより、 技術陣を予備対策を行っているが、20ヶ月経った時点でも解決しなかった。2014年10月、韓国 SBS は、本来なら孫元一級は数週間海中で作戦行動を行える性能を有しているはずにも、かかわらず、実際には燃料電池の不具合から連続選考が可能な期間は数日に過ぎなかったと報じた。 孫元一級三隻の燃料電池は海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを三隻、購入しその後も燃料電池は102回も停止したという防衛事業庁は浸水してから6年が経過した2013年燃料電池の冷却システムに問題を見つけ2014年上半期に修理を終えたと明らかにし同年十月から 燃料電池が深海で10日以上動作するか再検証する予定だという。2015年9月、海軍に引き渡された4番艦までの全ての艦の水中騒音が基準値より40デシベル超過していたことが判明した。解決の見込みが立っていないため以降に引き渡す潜水艦についても作戦要求性能に水中騒音基準を含ませていないことが判明した。 また、韓国メーカーが製作した3番艦、アンジューコンのスクリューに151個の亀裂が発生していたことが2014年9月の段階で判明していたことが発覚した。ポルトガルのトリデンテ級は、名称こそ209型だが214型に順次、類似点も多いことから214型の派生型と見る向きが多い。パキスタン海軍は、 2008年に214型潜水艦3隻をパキスタン国内で建造する計画について交渉していた。HDW の担当者は、アイディアズ2008において契約は95%まで進んでいると述べていた。一番艦は建造契約に合意後、64ヶ月でパキスタン海軍に引き渡される予定であったが、契約の締結は2年以上先延ばしにされた後に、 破棄され、パキスタンは中国船舶重工、国際貿易有限講師と新たに設計される潜水艦の導入について新しい交渉を開始した。S-160 トリデンテと S-120 パパニコリス。ありがとうございます。